号砲なって7レースのスタート、ガールズ競輪予選1の2組目。さあここはどーっと広がってのスタート合戦、2番荒牧、3番石井、6番の亀川ですが、3番の石井貴子スタートを取りました。2番荒牧里美です。5番小林彩乃、1番姿の子、6番の亀川スタートは取れなかったんですが、どうやら5番手でしょうか。そして注目7番奥井文、奥井が上昇していきます。最後方に4番山口唯、ジャンバイにコーナーからバック、あしかし7番の奥井踏み込んでいく、奥井踏み込んでいく、2番の荒牧、あるいは3番の石井、石井も突っ張る、おっと東京両者石井と奥井、ここは先行争いか。3番石井貴子アウトコース、それでも強引に7番の奥井踏み、奥井がホームから風を切って後続をちぎっていくか。3番の石井はどうやらこれは第2先行、石井の後ろに2番の荒牧、あとは5番の小林で、3番手から2番の荒牧はまくっていくんですが、奥井とはまだ5写真車間がある。これは強い7番の奥井、前走の鬱憤を晴らします。2着争いは2番の荒牧か5番の小林か、7番奥井完勝です。